皆さんおはようございます。おはようございます。デールカーネギーにようこそ。今日はですね、性格別のコミュニケーション、スライド通りにね、パーソナリティスタイルが異なるって書いてあるんですけど、まあ性格別ということですよね、の、コミュニケーション術について、4時間、9時から1時までですね、学んでいきたいと思います。途中は何度か休憩入れますので、はい、よろしくお願いします。最初にですね、ウォームアップですね。デール・カーネギーではですね、やっぱりこうスポーツでもそうですけど、何か始める前にまずウォームアップしますよね。ウォームアップをしていきたいと思います。ペンの方をですね、ご用意いただいてますが、今からですね、紙を配りますので、それは合同でこう置いて書けるようにね、はい、はい、今からやることを説明します。この紙にですね、1から88まで数字が書いてありますので、これを順番に1,2,3,4と丸をつけていくという作業ですね。これが、30秒でどれぐらいたくさん、書けるかと、印をつけられるかということを今からやっていきたいと思います。やることは大丈夫ですか？クリアですかね？はい、それでは、よろしいでしょうか。ウォームアップ用意スタート。30秒です。さあ、どこまでいきましたかね。10を超えた方、10を超えた方、いいですね。20を超えた方、いないですか。じゃあ11を超えた方、12、13、14、15、14です。じゃあ14ですね、お二人。あ、16、あ、そうです、すみません。16、はい。じゃあ16が今のところ一番ですね。さあ、それではですね、次に、同じ紙なんですけれども、はい、その紙にですね、こう線が引いてあります。紙があって、お配りします。これ先ほどと同じですね、数字が、あ、回りましたか、まだですか、余ったら。同じように数字が書かれてるんですけども、線が引かれてますね。それだけが違いです。でこれでこうじっと見てみると、なんか気づくことありませんか。1,2,3,4,5ちょっと追っていただけますか。なんか気づかれましたかね。よろしいですか皆さん、乗せたやつね。それでは同じ時間30秒でどこまでいけるか行ってみたいと思います。どうぞ。時間です。まずお聞きしたいと思います。先ほどやったのと比べて、数たくさん書けたと。あ、印をつけられた。あ、全員ですね。はい、どれくらい行きましたかね。自分が最高だろうっていう方、どなたですか。俺こんなにやれちゃったよ。お小林さん、いくつまで行きましたか。1個しかプラスだった。あ、そうですか。なるほど。じゃあそれだったら俺すごいよっていう方。じゃあ先ほどトップだった東さん、いくつまでいきましたか。28を超えた方。お、やっぱりじゃあトップはトップなんだね。お、なるほど、東さん素晴らしい。ちなみにどんな法則が。私の中でですか。はいはい、あ、その1それを見て、2枚目の方はその、1 のところには5、まあ、プラス4して5、9ということで、その4つの事象のところで順番に数字がつながっていたと。そうですね、1、2、3、4ということで、そうすると探す領域が、ね、減りますもんね、はい、これってどうですか、人とのコミュニケーションで、あ、ここってちょっと関連あるんじゃないのっていうのがあります。嬉野さん、なんか頷いてますけど、何かこれじゃないかなみたいなありますかね。今日ってのように、今日のこう、結局こう、4つに分類した考え方をするのかな。なるほど、なるほど、はい、ありがとうございます。他はどうですか。いや、こんなこともあるんじゃないの。松田さん、どうですか。数
えて見ていけるんじゃないかな。ああ、なるほど。ありがとうございます。そうですよね、まあ、4つに分けるっていうのも今回の場合だったらそうなんですけども、要するになんか法則性が分かるとどうしたらいいのかが分かってくるんですか、まあ、効率よくなるというか効果的になるという。結構私たちってそういうことありませんか、なんかどうしたらいいのか分かんないみたいな。でもこう、あ、なるほど、こうしたらいいんだって分かれば進めていける。今日はですね、そんなところを考えながらですねやっていきたいなと思います。ではまず最初にですね、じゃあその相手を知るためにはね、まあ、自己紹介というかをしたいと思いますので、そこをまず講師、今日はトレーナー2人いますので、2人ですね、今日、トレーナーをさせていただきます、稲垣健二と申します。よろしくお願いします。はい、私はトレーナーの川崎義行と申します。よろしくお願いします。川崎さん、ちょっと簡単にプロフィールというか、そこら辺も分かりました。私は前職、まあ、前々職まではですね、教育コンサル系の仕事も10年以上やってまして、で、まあ、実際前職では約6年間なんですけど、青山フラワーマーケットというお花屋、全国展開の話お花屋さんがあるんですけど、そのお花屋さんの店舗開発 と、人事の統括の責任者をしておりました。で、今はもう管理と一緒にこうやって楽しんでもらおうと思っています。今日楽しくいきたいと思いますのでぜひぜひよろしくお願いします。そして私、稲垣健二ですけれども、私もですね、最初働き出した頃は IT ですね、なんていうんですか、ヘルプデスクのですね、要するにユーザーサポートをして、で、まあ、やっぱりこういろんな困難にぶち当たったりとかもしてましたけれども、その後人事の方に行きまして、人材開発の仕事をしてました。で、今はこういう大学とかですね、企業とかの研修講師、あとは、コンピテンシーですねをアセスするようなという仕事をしております。ということで今日はね、4時間どうぞよろしくお願いします。では、はい、私たちだけ紹介するね、ここにね今日集まられたそれぞれの方のね、まあ、どんなことを考えているのかなというのを聞いていきたいと思います。お名前と、まあ、あとその どこからというか、どういった組織に来られたのかっていうですね、それからここのコースに期待している今日こんなことが得られたらいいなっていう、まあ、簡単に、まあ、お一人1分程度で構いませんので、ご紹介いただければと思います、はい、よろしいでしょうかね。さあ、それでは、じゃあ私からいきます。今、皆さんに出していただいたこれを学んでいきたいな、まあ、期待値というの内容を書かせていただきました。どうですかね、まあ、もちろんそのいろんなスペシフィックなものはあるかもしれませんけど、特定のものあるかもしれませんが、やっぱりいろんなこう年代とかその、まあ、お客さんとか関連部署とか部下とかいろんな人とのコミュニケーションってやっぱりこう興味を持たれているというか、どうしたらいいんだろうって、ね、お考えになられているのかなということが分かりました。ということで、ここからですね、1時までの間いろいろとじゃあこういうふうに考えたらいいんじゃないかっていうのをですね、お互いに、まあ、2人にこうですよっていう、ね、答えをお渡しするだけじゃなくて、お互いにこうワークをしたりする中で学んでいきたいと思います、はい、それではですね、テキストの方をお配りしますね。ではですね、今まあ、稲垣トレーナーとお互いの、まあ、自己紹介しました、ね、今日の、まあ、まあ、互いをちょっと知り合っていく中でですね、そのスタイルっていうのをちょっと注目しながらやってきてます。で、一応ここではそのスタイルっていうの中で、まず自分がどういうスタイルかということと、相手がどういうスタイルかっていうことをちゃんと分かった上で、自分はじゃあどう今後どうしていくのか、そして相手にはどう関わるとよりそれが生産的なことを一緒に考えていきたいと思います。で、まあ、実際はですね、まあ、とはいってもですね、自分がどういうスタイルかとか、まあ、相手がどういうスタイルかっていうのにあんま複雑だとですね、なかなかやっぱり日頃に活かせない。で、やっぱりそれをなるべく今日はシンプルに4つのスタイルっていうところで見ていきたいって思うんですが、ちなみにですね、日頃の中でどうでしょう、自分がちょっと成長することって感じるときかというと、日頃自分が取り入れるもの、何か学んだこと、
で成長する宮城さんのテーマです。まあ、すごく近い目標を集めるのが出て、はい、うんうん、なんでできたら、はい、まあ、成長したのに近いと何かやっぱメリットがあるんですか。そんな大きなハードルでもなくて、うんうん、小さいハードルを作ることでなんか成功のサイクルになっていくと。僕はハードラー の為末さんと仕事で関わったことあるんですけど、田辺先生も全く同じことを言ってました。小さいハードルの方法でですね、まあ、実際ですね、今日は今日4時間なんでどうか分かりませんが、ちょっとこれね、青柳さんとか研修やられてご存知かもしれませんが、よくよくご存知だと思いますが、いつもの自分、まあやっぱですね、この4時間の中でも現場に持ち帰ってやっぱりそれで成長を感じていただくきっかけないしはこの場でも逆にちょっといつもの自分っていうのをちょっと抜けていただくってことにちょっと一緒にチャレンジしていただきます。で、まあいつもの自分ってまあ習慣の中にいますから、どうですか、ね、小林さんとかすごくチャレンジフルには見えますが、居心地いい、大好き、大好き、僕も大好きです、はい、まあ、コンフォートゾーンって言います、まあ、居心地がいいっていう英語ですよね、まさに、まあ、これ、ね、人間だとなかなか変化しないですけど、まあ、そこをちょっと飛躍して伸びる、まあ、カーネギーに関して言うと飛躍的成長と言ってます。でそれをブレイクすると言ってます。なので、まあ、この今日はカーネギーの研修ってみんな参加型で練習型なので、ぜひぜひその中でも、まあ、ちょっとチャレンジしてそのきっかけを実感していただけたらいいかなと思います、ね、はい、ではですね、まずそのきっかけとしてブレイクスルーに向かって、まず自分が今じゃあ4つのスタイルどこかということに、注目していきたいと思います。テキストの2ページを出します。はい、すごくシンプルです。ありがとうございます。A の段から J の段、横をちょっと注目してください。段ですね、横ですよ、横、横の中で1個ずつ選んでください。直感で考えすぎない、いいですか。それを1分で今 J までいきます。よーい、スタート、どうぞ。自分はどれが一番ですか。とりあえず1位を選んでください。この中だったらこれだな、直感でいきましょうね。では終わった方含めていきますよ。じゃあ終わった方、今度4ページを開く、そのまま丸をしたところを転記してください。転記すると今度は4つのタイプ別に、点数が割り出せることができます。はい、そのまま丸をしたところを転記してください。で4つごとに点数を今つけてください。実際にそれを1分から2分でやります。どうぞ。ここからが楽しみな4つのタイプに手がありますよ。いいですか。まずは一番左のドライバーって方、手を挙げてください。1名、2名、3名、4名、もういないですか。大丈夫ですか。2つ同点の場合はどうしますか。ちょっと待ちましょうか、はい、じゃあ2つ目のエクスプレッサーから2つ目、ごめんなさいね、一番左のエクスプレッサー、エクスプレッサーって方、1、2名、ありがとうございます。エミアブルって方、ありがとうございます。アナライザーって方、2名。青柳さんは一応4つじゃ見事に分かれたので、どちらでもいいです。どちらを選びたいですか。どっちの方が強いかなったらどっちかな、タイプ的にその中の傾向で。エクスプレッサー、イエス、エクスプレッサー。じゃあそちらで、今ですね、まあ、実際ね、これはわずか、ね、数問ですから、その中でやってみた簡単な診断です。ではちょっと隣同士、じゃあこっち、こっち、こっち、隣同士、こちら3人組で、今お互いにやったのをちょっとどうだったか報告と、それに対する感想、コメント、何でもいいです。それをちょっとシェア2、3分してください。どうぞ。この4つの観点ね、今、三宅さんとね、徳江さんのところも、どうなんだろう、当たってるのかなっていうご意見がありましたけど、実を言うと、これはあくまでも1個の指標です。で、先ほど青柳さんのように、ほぼみんな一緒的なね、方だっているかもしれません。中にはいやいやこのポジションの時
仕事中はこれなんだけど家庭に戻ると私これとかっていう場合もあるかもしれません。いやいや20代の時はこうだったけど40代は今こうなったっていう方もいるかもしれません。あの要は今その時点でその役目そのポジションの時に何が一番強いかっていうのを見極める指標として有効だと一応言われています。あの、まあ、中にはエクスプレッシブドライバーみたいな言い方をして自分はこの特に2つが強いみたいな優先順位トップ2を選ぶみたいな場合もありますし、まあ、それはね、まあ、この4つの診断というのは1個の指標ですので、ね、そういう観点でやっていきます。ではそれをちょっとより具体的に見ていきたいですから、ページ5ページ見ていただきますか。でじゃあ大体そもそもちょっと参考にね、ドライバーってどんな人ってことなんです。まあドライバーの方もう一回手に入れていただけますか。1,2,3,4 はい、ありがとうございます。まあ当たってるかどうか分かりますよ。そのまた強さ程度は分かりません。ですから、まあ、非常に決断力があって物事が端的に、自分がすごくリーダーシップをね張って遂行していくのが好きとかね、あとは困難に挑んだりチャレンジフルだったり、まあ、いい意味で競争に強かったり、まあ、こういった方ですね。目標志向結果志向、まあ、こうします、まあ、非常にあの組織の中のリーダーとしては多いタイプですよ。じゃあちなみにエクスプレッサー手挙げていただいていいですか。 あえてなんか手挙げエクスプレッサーを挙げてください。岩田さん、ね、変わった岩田さん、岩田さんね、はい、この方々はどちらかというと非常にエネルギッシュ、非常にムードメーカー、そして、社交的、非常に人との調整とかも非常にうまいって言われてます。で、まあ、他人を動機づけるとか説得する、まあ、こういうのにもたけてたり、あとはよく言われたらビジョナリーですよね。非常にイメージが強いなんていう方もいます。で、あとはですね、まあ、実はフリーが好きなんで、あんまそんなくせえの嫌なの。ちょっと笑ってくれましたけど。ちょっと言われてもこうなってます、ね、じゃあ、まあ、そんなところです。で、エミアブル、エミアブルは非常に調和する精神、チームプレーヤーです。ですから非常に助かるですね。相手をちゃんと見ながらその補佐する、サポートする、これは立ち位置の問題ではありません、うん、そういう資質です。ですから非常に協力的、どの企業でもこんな方がいてくれたら素晴らしいですよね。まあ、こんなような部分ですね。非常に、友達になっても非常にね居心地がいい人かもしれません。で、まあ実際にちょっといろんな部分でゆっくり丁寧というようなね要素もあるかもしれません。じゃあ最後アナリティカル、アナリティカルの方手挙げてください。はい、1名、1名でしたっけ。1名ですね。はい、もう一人いませんでしたっけ。僕だったって言ったら、エミアブルなのかな。おお、なるほど。今回はアナリティカルに行っていただいていいですか。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、ちなみにエミアブルの方もう一回手がけてください。はい、1、2、まあ、一応アナリティカルエミアブルですね。ありがとうございます。じゃあ実際にアナリティカルの方は最後見ますと、非常に分析思考ですね、冷静、整理が、まあ、こういう部分ですよ、はい、こういう部分です、まあ、どうでしょう、ちょっと自分当たってるな、こういう部分ありそうだなって方手挙げてもらって、ありがとうございます。おお、すごい。あ、三宅さんもちょっとそっちに当たってるかもって思っていただいてよかったです、ありがとうございます。はい、では実際に、この4つのタイプを、まあ、あるものですね、これも見たことあるかなって感じ、はい、ちょっとですね、色々になっています、はい、はい、でこれがですね、そうです、ドライバーエクスプレッシブアナライザー、2つのマトリックスですね、まあ、いわゆるタスク思考ですね、目標とかいわゆる仕事的なところを非常に重視する要素で、こちらは人ですね、人要素です。で、外向性、内向性です。で
でそれによって外向性が強く目標をタスク思考の人がドライバーで、外向で人を重視する人がエクスプレッサー、エクスプレッションですね。でタスク、ね、目標とかタスクを重視してちょっと内向きな方がアナライザー、それで人に対して向いた内向きな方が、でここでいう外向内向っていうのはどっちがいい悪いも関係ないです。いい悪いはないです。タスク人もありません。あくまでも一個のですから、この辺で実を言うと考えられている質問だということです、はい、ではここでちょっといろいろより今度は簡単なテキストではなく自分たちでよりこのタイプを明確にしていきませんか。ではグループワークをしたいと思います、はい、ではちょっとこれからやることを説明します。今から、8分ぐらいちょっと差し上げます。でこの作業をグループでやっていただきます。時間制限あります。さあまずフィリップチャート1枚目、左側ですね、は絵と言葉を使ってザ・ドライバーってどんな人っていうのをコンセプチュアルに絵とキャッチフレーズかなんかでそこに1枚目は書いてます。絵の上手いとは関係ないですからね、これ書けます。キャッチフレーズみたいにこんな象徴みたいなことが分かる。で2枚目はこの1から7の中でいや自分たちはこういう傾向あるよねっていう共通語、はい、例えば会議中はこうしがち、発言するとき、進行役のとき、参加する態度はどういうふうなのか。そして2番目、評価面談、受ける側、実施する側、どちらでもいいです、こういう傾向がある。3つ目、仕事を依頼するとき、こういうふうに依頼しがち、もしくはこういうふうに依頼されると嬉しい、こういうふうに依頼されると嫌だ。で4つ目、こう褒められると嬉しい、はい、で5つ目、こう注意されたら納得できるけど、こう注意されたら納得できないとか、こう注意する、指導しがちだっていうことですね。で6つ目、書類整理、書類整理するのは結構これはこうやってる、私はこうやってるね、であとはメールの文章、メールの文章大体こういうふうに書いている、こういう文章を読むのは好きじゃないとかね、これらの中の3つ各グループ好きに選んでください。3つ傾向、このグループで特に重要だなと思うものを選んで、それをこれは言葉で箇条書きで結構です。この3つ選びましたっていうものと、それがどういう傾向かっていうのをきれいに2枚目のチャートで書きます。それを8分ぐらいでやります。ご質問ありますか。大丈夫ですか。はい、じゃあ楽しんでください。時間半分あっという間ですよ。よーい、スタート。ではですね、そうですね、じゃあ若干今席地があれなんですけど、今実際にやられてみて、やられてみて、まず作業的にはちょっとこの中身、コンテンツの中身じゃなくて、そのやってたプロセス、どんな風にやってました、各チーム、そこには傾向あったでしょうか、ね、もしかしたら自分では気づかないかもしれないんですけど、ちょっとそれをですね話してみていただけますか。もしかしたらこんな風にやってたかもしれない、これもちょっとお隣として話してもらっていいですか。それぞれ同じチームと違うチームあったかもしれません。こちらはこちらで話していただけますか。作業工程どんな傾向があるのか、どうぞ。はいですね、やっぱこのタイプ、だんだんこうやってワークやってみるとね、出てきつつあるかなというかね、っていうところがあります。で実際ちょっと想像していただきたいんですけど、これを持ち帰った時にまずはやっぱいろんな周りいますよね、自分の人間関係、上下なのか横なのか分かりません、同僚上司部下の方、メンバースタッフの方、もしくは取引先さん、クライアントの方、いろいろあると思います。でどうでしょう、4つに本当にきっぱりパックリは分かりませんけど、あ大体この人この傾向かなで分かったら良くないですか。でそうするとそこを踏まえて、じゃあどう対処すればいいかっていうのをちょっとこの後より具体的に考えていく。一緒に来られてるね、目的であるところの他の人たちとコミュニケーションを取っていきたいなということがありますので、もう少し詳しくですねスタイルの話をしていく、そのためにですね他者のスタイルを特定するっていうところからですね進めていきたいと思います。テキストの7ページになりますね。
7ページに、ドライバー、エクスプレッサー、エミアム、アナリティカルとそれぞれ書いてありますけども、これはまあ、ご自分のところはですね、ご自分、例えば私はエクスプレッサーなんですが、まあ、エクスプレッサーは、まあ、私なんでこう長くて書いておくとして、他の3つのところで皆さんの、まあ、職場もしくはそのここで目的とされている環境で、例えば、私だったらですね、ドライバー誰がいるかな、そういえば昔上司でですね、まあ、宮田っていうのがいたんですけど、この人は完璧なドライバータイプの人で、で、あ、じゃあちょっと宮田さん、ね、皆さんは今の、環境の中でこの、自分の周りにいるこの人と仕事がもっとうまくできたらもっと良くなるのになという人ですね、そういうのを思い浮かべていただいて、お一人ずつですね、各スタイルのところにお名前をちょっとこう記入してもらってよろしいですか。ね、先ほど の皆さんのね、ザ・ドライバーはこういう人だ、ザ・エニアブラはこういう人だっていうのを参考にしつつ、ここに書いてあるね、ことも参考になりますので、そうか、ドライバーっていうのは自信がある人なんだ、常に急いでる人なんだ、非常に単刀直入、確かにあそこで書かれてるのもそうだったな、じゃあそのドライバー、自分の周りにいるこの人ってドライバーかなっていうのをちょっと考えながらですね、はい、ください。はい、もちろんご自分がそのビジネスをやっていく上で、この人ともっと良くなればいいのにな、お客さんとか取引先とかありますよね、はい、そういう形でも大丈夫です。それでは、進めていきたいと思います。このテキストのですね、9ページから、まあ、2ページずつ各、タイプ、スタイルごとにですね、説明が書かれているので、これをですね、一緒にその今書かれた人のことを思い浮かべながらね、いきたいと思います。まずドライバーからいきましょう。ドライバー9ページですね、9ページ、10ページにドライバーの記述があります。それぞれですね、行動指標、やる気の出る要素、ストレス下でどうか、それから、長期にドライバーを続けているとこうなる、それからこれがあなたのスタイルだった場合っていう、まあ、サジェスションが書いてあります。まずドライバーの行動指標なんですけども、ここに書かれている